ペリーロード行く、雨降ってないからペリーロード行きますか。お風呂入ってペリーロード行ってかな。到着です。なんか小屋があるんですよね。小屋があって、あの中ってなんだろう。入りました。まずトイレ。はい、出てきました。いやー、広くて気持ちいいですね。はあ、外人さんが結構いましたね。白人さんが、こんな奥まで来るんですね。駅近辺じゃなだけじゃなくて。よし、じゃあ次ペリーロード行ってみるかな。晴れたから、晴れてないか、曇ってるんで、ペリーロード行って歩くか。隣にハイエース止まってますね。よいしょ、よいしょ。よし、ではペリロード向かいます。ペリロード、町に戻ってきました。夕飯は初めかな。下田のロープウェイ。ロープウェイってあれ、木にすごい岩がある、木じゃない、山に木、すごい岩があるんですよね。ロープウェイ乗ってみたいな。次も休みも来るかな。どれ？これか、駐車場。開いてる？開いてんじゃん。なに？ええ、手が出ない。おお、ピン切れなんですかね。結構出ないみたいですね。値段だけ見てもらい。券がないんだな、きっと。
いい感じ。駐車場ないか、こっち。やってんのかな。いるか、やってそうだね。ちょっと見てみようかな。100メートルもあるんだ。こっからさすがに歩いてるの大変だもんな。こんなあるんだ。下田海中水族館。ちょっと見てみようかな。行ける？これ面白そうだな。まあ面白そうだけど。駐車専用。面白そうだ。ちょっと今度来よう、また別に行きましょうかね。これは何回でも来る必要あるな。あ、富士が。下田公園。こんなとこです。牡蠣食べたくて来たんですけど、牡蠣明日ぐらいにじゃないと入らないそうです。よし、あんまり人いるからね。甘夏生搾りジュース。甘夏。下田焼き頼みました。ジュース。下田焼き、あと甘夏ジュース、ちょっとおやつですね。駐車場がないんだよなぁ。さっきの28台、今言われたんですけど、市民駐車場、もう金切れでね、入れないんですよ。ちょっと見学したいんだけどなぁ。では、いただきます。お、ちょっと切れてる。おぉ。じゃあちょっと車置いといてもらって行ってきましょう。ナマコ壁だしですね。ナマコ壁、どれがナマコ壁、ちょっと調べてみましょうか。あ、これか。あ、両泉寺ね。ペリーと日本全権が日米和親条約。おお、ちょっと行ってみよう。そうか、ナマコ壁。これがナマコ壁だ。ちょっと歩いてみましょう。
島橋車両進入禁止だ。へえ。おお。沢村邸。なんだこれ、下田町さん。沢村。なんかのオリジナルの一品、鳥居があるってことか。なんか先あんのかな。そういえばジンバル全然使ってないな。下田は江戸時代に海運の拠点であり、全国屈指の港湾都市という性格を持っていました。このため、敵場稲荷さん、敵じゃない、的場か、的か、的場稲荷ですね。的場稲荷様、もうね、自分で鉄砲撃ちますからね。あ、的に。もともとこう、なんか的、弓矢の練習場だったみたいですね。よいしょ。ちょっと電池がなくて取れないところも何か所かありましたけども、とんかつはじめさん着きます。駐車場はね、ちょっと駐車場あるか聞いてきます。着いた。ちょっと見た。着きました。よし、じゃあちょっと、何年ぶりだろう、5年、10年、それぐらいぶりですね。ヒレハンバーグがいいかな、生姜焼きがいいか、生姜焼きがいいかな。よし、お客さん、サービスでカレーがつきました。おばさん、あの子見るからね、人をね。すごいよ、すごい、ものしいもんね。その人相手してくれる人かな、知ってくれないかなって、うん、入った瞬間におかわり。こんにちは、必ず来てね。さあ帰りましょう、お腹いっぱいだ。多分1キロ2キロ太ったでしょうね。とんかつはじめさん出てきました。いやー、おやじさん年取ったな。やっぱりもう前回来たの多分何年、5年とか10年とか、多分相当前なんですね。バイクで一人でツーリング来た時ですね。でもう1回はあのツーリング仲間と一緒に初めて来た時ですけど、2回目、3回目か今回。いや、おやじさんやっぱ年取りましたね。なんか痩せちゃいましたね。いや、1日半楽しめました。金目食べて、お風呂入って、温泉入って、車中泊して、車中泊のちょっと改良点もね、洗い出しまして、でとんかつはじめ来たい来たいと思ってたところに来て、これで以上ですね。さあ気をつけて帰りましょう。桜トンネルっていうのができたんですね。いやー、もっとこれが伸びてくれればね、ずいぶん下田には行きやすくなるんでしょうけど、でもだいぶ伸びましたよね。まだ新しいものね。
宅予定時間は10時です。7滝じゃないんですよね、これ。7ダルでしたね、確かね。滝じゃないんですよね。ダルって読むんだっていうね、確かね。さあ、ループ見えてきました。便利だな、これ。なんですか、あのギア下げられるやつは。そろそろ新東名入ります。長泉沼津の高速入りました。通行できます。通行できます。暗いな。ここから約140キロぐらい。